村長ミュージックスタジオ。はい、皆さんこんにちは、村長です。ですね、今日は、皆さんミュージシャンの人なら一度ぐらいは耳コピーというのをやってみたことはあると思いますが、なかなか聞き取りにくい方もおられるし、上手にですね、耳がいい方で、やられる方もおられますけれども、そういうものをサポート手助けする、デッドプランという会社からデコーダというのをが出ました。でこれはですね、このデッドプランというのは音声をこう縮めたり、伸ばしたり、いわゆる速くしたり遅くしたりしても音程が変わらない、音質が変わらない、そんな特殊な技術を持っていて、世界中のいろんなオーディオプラグインメーカー DTM のメーカーなどに、エンジンとしてですね、提供しているような、そんな会社と聞いています。今日はですね、今作成中のひまわりの楽曲をちょっと分析したいと思います。分析というのは、ここからですね、ファイルとして開くわけですけれども、もう開いて 1,2 秒ぐらいでですね、分析が終わります。はい、どういうことかと言いましたら、こういうふうな形でですね、今はパート A がこう青くなってますが、パート A、B、C とかパート B2、A2、B3、C2、こんな感じでですね、ブロックというのも分けてくれますし、そして、こういうふうに、コードが C、G、F、G、C、こういうふうに出ています。このコード分析がとっても素晴らしいなと思うのはですね、これはいわゆるメロディの部分もあうですけれども入っているわけですね。メロディーが入っているとですね、ジャンジャンジャンとピアノやギターでコード弾きしているのとはわけが違ってですね、メロディーというのは例えば、咲いた咲いたチューリップの花ががで、例えば波長調の場合だったら C で、 C からがで G もしくは G7 とかに、コードをつけると思うんですけれども、でもドレミドレミですからね、コードの音だけで、メロディーができてるわけではないんですよね。波長調 C でしたらドミソだけでできてたらこれは分かりやすいんですが、ドレミとドレミとこういくわけですから、そんな簡単にはですねコードを分析しにくくなるわけですけれども、これはものの見事にコードを分析してくれています。そして、再生がもう本当に耳コピーに最適な機能になってまして、パート A を始めたらですね、あと C を聴きたくなったらしい、こういうふうにとっても分かりやすくなってるんですね。そして、耳コピーですからこれをですね、胃腸とかもできるわけですね。このキーではちょっと、今回のこの歌もですね、今は C で作ってますけれども、これが、本当に、ひまわりの声の高さに合うかっていうのは、こう一回
ゆっくりやってみないと分かりませんので、そんな時に、すぐに胃腸できるんですが、これがまた素晴らしい、とってもですね、音質が変わりにくいということです。今、約半音を5度ぐらい上げてみますが、もう本当に聞きやすい音楽になります。ちょっと聞いてみてください。で、全体を見るときなんかこうやってですね、こう範囲をこう選択したら、このように全体を見渡せたりします。そして、鳴らしてみて、キーを変更していきますね。今 C メジャーです。半音を上げます。上げです。特にギターの音なんかですね、もちろん違和感ないといった予想になりますけれども、ここまで音質がいいというのはなかなか分かって、スピードも変えれます。耳コピを助ける、こういう右枠に出てくるような機能がありまして、これはですね、音の周波数を分離するソフトです。例えばベースを耳コピしたいとき、こんな感じでですね、低音部分だけを取るとかできます。さらにですね、ここにピアノロール機能みたいなのがありまして、これちょっと鳴らしてみますね。そして、もうちょっと大きくするためにパート A だけに絞り込んで、こういうふうにして、そして耳コピでですね、あ、この音を、こういうふうにですね、音が目で見てわかりますので、こういうふうに追っていってですね、で最後に、それがうまくいったら、そしたら、これをですね、MIDI として、またDTM 編集ソフトに持っていくことも可能という、そういうエディット機能もあるわけですね。そして、今シャープが、そうですね、6個か6度上がりましたけど、
せます。そしてこれらの機能を応用してですね、例えばギターだけを外すぐらいの音にしますね。例えばギターを持ってこのコードがですね、どんなに、そしてコード弾きするのに便利なのが、先ほどから見ていただいている通り、コードだけがこの小さかったらですね、見にくいですけれども、大きなコードで出すことがこう出てくれます。で、見るところも一定でですね、目で追わなくても一定のところを見てるだけでできるのも、まあ、これの特徴的なところだと思います。ギター弾きますね。感じでですね、ギターを練習するのにですね、まあコードの勉強も含め、そういうことが、まあもちろんギターだけじゃなくてピアノでもなんですが、コードがとっても正確に分析されて、速さも、まあ変更できるし、キーも変えれると、本当に、耳コピーを助けるサポーターとしては、約今4000円ぐらいで買えるんでしょうか。とっても、優秀なソフトだと思います。前回も簡単には買った時にレポートしたんですけれども、自分自身がうまくまだ使えない状態でしたので、今回、もう一度再確認のためにですね、レポートをしてみました。ということで、尊重でした。